中谷正宏は、福岡県小郡立出身のプロ野球選手、宇と右内、ち、福岡ソフトバンクホークス所属、小学校3年生より三国のハニーズに所属し、保守として野球を始める。三国中学校在学中は、二日、市、ライオンズに所属、全国大会にも出場した。福岡広大上等高校への進学後は、1年生の秋から、 大野手として打撃面でチームに貢献。2年生の秋から保守に復帰したが、春夏を通じて、阪神甲子園球場の全国大会とは無縁であった。ちなみに、福岡大学を経て2014年に保守として、阪神タイガースへ入団した梅野隆太郎は1年先輩で、中谷が2年生の時に首相を務めた。2010年の NPB ドラフト会議で、 阪神タイガースから三巡目指名を受け、契約金五千万円、年俸六百万円という条件で、保守として入団。背番号は六十。2011年、ウエスタンリーグ公式戦23試合に出場。打率、261、打点4という内容で、高卒の新人野手としては上々の成績を残した。守備面では、保守としての出場機会がなく、 13試合で外野の守備についた。このため、シーズン終了後には、保守登録のまま外野手へ、本格的に転向した。2012年、入団後初めて、春季キャンプのスタートを1軍で迎えた。その後2軍へ合流したが、7月18日のフレッシュオールスターゲームには、ウエスタンリーグ選抜の指名打者として出場。 イースタンリーグ選抜の田原聖治から敵地だ、戸亀県から2点敵地三塁打を打つなど、2安打3打点の活躍で MVP に選ばれた。8月23日に、プロイリアと初の出場選手登録を果たすと、同日の対中日ドラゴンズ戦に7番、右翼手として、スタメンで一軍デビュー。一軍公式戦では、この試合を含めて6試合に出場したものの、無安打に終わった。 なお、ウエスタンリーグ公式戦には90試合に出場。打率225、3本塁打二27打点という成績を残した。2013年、このシーズンから正式に外野手として登録。ウエスタンリーグ公式戦では、100試合の出場で、打率201、2本塁打三31打点を記録した。しかし二年ぶりに一軍公式戦への出場機会が、 なかった。2014年、前年に続いて1軍昇格を果たせなかったが、ウエスタンリーグ公式戦では93試合の出場で7本塁打を記録。その一方で、打率は190で2年続けて最終規定打席到達者の最下位にどまった。2015年、開幕を2軍で迎えたものの、ウエスタンリーグ公式戦では開幕から高い打率を維持していた。 5月上旬の時点で、首位打者に立っていたことを受けて、5月8日に、自身3年ぶりの出場選手登録。同日の対広島東洋カープ戦に7番、中堅守として、スタメンで、3年ぶりの一軍公式戦出場を、果たした。5月9日の同カード9回裏に、代打で一軍初安打を打ったが、チーム事情で5月17日に登録を抹消。しかし、 ウエスタンリーグ1位体の月間9打点を挙げた7月にはファーム月間 MVP に選ばれた。なおシーズン終盤には2度にわたって1軍へ昇格。同リーグの公式戦では規定打席に満たなかったものの94試合の出場で打率299本類打40打点という好成績を残した。このためシーズン終了後には ファーム優秀選手賞を受賞している。2016年、一軍の春季キャンプに参加しながら、打撃不振で、オープン戦の序盤から二軍へ合流。さらに、二軍監督、掛布正幸の方針で春先に、打撃フォームを改造したことから、一軍への復帰は6月14日にまで、持ち越されたが、6月15日の対、 オリックスバファローズ戦からスタメンに起用されると、6月19日の対福岡ソフトバンクホークス戦では、武田翔太からの敵時に塁打で一軍でのプロ初打点、6月25日の対広島戦。その一方で、8月3日の対横浜 DNA ベイスターズ戦7回表には、一軍公式戦で初めての代打本塁打を記録。一軍公式戦全体では、64試合の 出場で四本類打十四打点、打率二百六十六という成績を残した。二千十七年、公式戦の開幕を初めて一軍で迎えると、高山俊や原口文人などと併用されながら、一塁手や外野手として四月中旬からスタメンに定着。五月には二試合連続本類打やシーズン五号本類打を打つなど打撃が好調で、五月二十八日の対、 DNA 戦では4番打者に起用された。7月23日の対東京ヤクルトスワローズ戦では7回表に代打へ起用されると左投手中澤正人からのソロ本塁打によってチームトップの15本塁打を記録。阪神ハイノキの右打者がチームの中で1軍公式戦2桁本塁打の シーズン一番乗りを果たした事例は2006年の浜中治以来11年ぶりであった。8月22日からの同カード3連戦で3試合とも本塁打を打つと9月18日の対広島戦で一軍公式戦でのシーズン本塁打数が20号に到達。阪神ハイノキの右打者としては前述した浜中以来の記録であった。さらに、 9月30日の対読売ジャイアンツ戦に代打で出場したことによってセントラルリーグの最終規定打席に初めて到達した。結局シーズンを通して一軍に帯同するとレギュラーシーズンで自己最多の133試合に出場。打率241、20本塁打61打点99安打オプス751という成績で チームの2位浮上に貢献した。しかし、レギュラーシーズンの最終盤から、打撃不振に見舞われた影響で、チームのレギュラーシーズン2位で臨んだ DNA との、クライマックスシリーズファーストステージでは、スタメン出場の機会がなかった。1勝1敗で迎えた第3戦で、5点ビハインドの9回裏、西から代打に起用されたものの、山崎康明からの空振り三振によってチームは、 ファイナルステージへの進出を逃した。シリーズ終了後の11月29日付で、阪神選手会の副会長に就任。12月5日には、推定年俸3800万円という条件で、契約を公開した。2018年、春季一軍キャンプでは、金本智明監督から、第一クールの MVP へ選ばれるほど好調だったが、 オープン戦では13試合の出場で打率、143と振るわず、公式戦の開幕を2軍で迎えた。ウエスタンリーグの公式戦でも39試合の出場で打率、197、3本塁打と定調だったが、1軍の貧打や、長打力不足を背景に、5月22日の対、ヤクルト戦から1軍に復帰。6番、中堅守として、 スタメンに起用された5月26日の対巨人戦では同点の9回裏西12塁で迎えた第5打席で一軍公式戦では初めてのサヨナラアンダを打った。しかし後に打率が下降するとスタメンを外れる試合が続出。後半戦でのスタメン起用は精査抑手福留康介の休養日に事実上限られた。結局一軍公式戦では 通算77試合の出場で、打率235本塁打と前年を下回った。2019年、レギュラーシーズンの開幕から一軍に入ったものの、新人外野手の近本幸二が、開幕戦から中堅手として、スタメンに抜擢されるなど好調で、自身の出番は、主力野手が欠場した試合でのスタメン、代打、外野や一塁の守備がためにほぼ限られた。 4月5日の対広島戦では、1点差の7回表、西一塁で、先発投手のランディメッセンジャーに代わって打席に立つと、勝ち越しの1号2点本塁打を打って、メッセンジャーの NPB、MLB 公式戦、通算100勝の達成に貢献した。福留にとって、シーズン初の休養日であった同月18日の対、ヤクルト戦では、6番、左翼手として、スタメンに入ると、 一軍公式戦としては、自身初の2打席連続本塁打を打つなど3安打5、打点と活躍。小1塁手、ジェフリー・マルテの左ふくらはぎ通に伴って、スタメンで1塁手に起用された5月19日の対、広島戦では、9回裏西2塁で迎えた打席で、敵地2塁打を打ったことによって、17日の同カード7回裏から、続いていたチームの無得点イニングを20で止めた。 しかし、同月下旬から極度の打撃不振に陥ったため、6月上旬からは、2ヶ月半にわたって2軍での再調整を余儀なくされた。8月下旬から1軍へ復帰すると、31日の対巨人戦では、同点で迎えた7回裏日手からの大打起用で、決勝本塁打を記録。レギュラーシーズンの最終盤には、スタメンでの活躍によって、 チームの2年ぶり CS 進出を後押しした。一軍公式戦への出場は62試合止まりで、本塁打数こそ前年を上回ったものの、打率は181、打点は19と低迷。CS では DNA とのファーストステージで3試合中2試合に、8番右翼手としてスタメンで起用されながら、通算4打数無安打3三振という成績で、シーズンを終えた。 12月4日に臨んだ契約交渉では、球団から2年連続の原稿を提示された末に、推定年俸3000万円という条件で契約を公開。2020年、打率、215、日本類打、16打点という成績に止まり、500万円減の推定年俸2500万円で契約を公開した。オフには、一般女性との結婚を発表した。 2021年、開幕から一軍での出場はなかった。2021年7月2日、福岡ソフトバンクホークスの日本朝日との交換トレードが発表された。背番号は13。遠藤120メートルの強剣が持ち味。しかし、高校通算で20本塁打を記録するほどの長打力を活かすために、阪神への入団後に、保守から外野手へ転向した。 ちなみに、入団時から、阪神のオーナーを務める坂井晋也は、中谷の高校生時代から打力を高く評価していた。入団後の外野手転校を前提に、中谷の獲得を、球団の編成部へ提案したことがきっかけで、2010年ドラフト会議での指名に至ったという。外野手への転校後は、チーム事情などから、公式戦に一流手として出場することも多い。また、 阪神の周期キャンプでは2015年から2年連続で三塁の守備練習にも取り組んでいる。2016年まではウエスタンリーグ公式戦で三塁手として守備についた経験があったものの一軍の公式戦では現在経験していない。掛布正幸からは手足が長く実際にスローイングが正確なことから新庄強しのような 素質を感じるとの理由で、昇進上と呼ばれている。2014年の周期キャンプでは、当時の一軍監督、和田豊が外野守備でのスローイングを高く評価。キャンプの守備 MVP に選ばれた。大量した先輩選手の新居に真っ先に出向きくつろぐ、当時チーム内で流行った海外ドラマ、プリズンブレイクの DVD を何日も借りるなど、 若手選手の中でも弟分的な存在である。ありがとうございます。